こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です、えー。老後を安心して過ごせる資産を作る方法ということで、えー、楽にお金を儲ける方法はないだろうかというのをね、割と熱心にそういう研究をしています。まあ、なぜなら、宇宙旅行に行きたいからと、えー。単なるハードワークでね、宇宙旅行に行ける費用 100, 100億円、えー、貯めるのは無理です。まあ、死ぬんでしょうね。 えー、あるいはね、えー、投資して、無茶な投資で、えー、破綻すると。まあ、どっちかになる、えー、ことが目に見えてるんで、まあ、何かね、秘訣があるんじゃないかと。で今までね、えー、いろいろ小金を貯めた人、大金を失った人、大金を,大金を儲けた人の、まあ、話をね、えー、直接聞いたり、あるいはね、えー、本や、まあ、本ですね、本やなんかで調べた結果、 まあうっすらとね、まあ、やっぱ、投資、しかも不動産が一番いいんだろうというのはね、えー、分かってはいたんですけど、まあ、今日ひょんなことからね、えー、物価と、まあ、タイミング、それと場所の問題でね、えー、何を、どういう数字をきっかけに、目安にすればいいか、まあそれが分かったんで、まあ、ちょっとお知らせさせていただきます。まあね、宇宙旅行に行くような体験を貯めるのは、まあ、家内の勇気と運が必要でね、 えー、徐々に始めてうまくいったらね、まあ、私の場合は宇宙旅行に行けるだけたまるか、あるいは、ね、死なない程度にひっそり行けるか、まあ、どっちかのが良くて、ほどほどっていうのはどうでもいいなって感じなんでチャレンジしようと思いますけど、まあ、皆さんにはそういうのはあまりおすすめできないんでね、えーまあ、老後安心して暮らすくらいの資産を貯めるなら、まあ、逆にリスクも低いんで、まあ、この方法はぜひおすすめというので、シェアします。まずね、 収入の2割は貯蓄に回す。で、この2割をね、投資に使えます。で、家賃は収入の1割以下にすると。で、あとの7割が税金と生活費。まあ、これが黄金比率だったわけですね。まあ、うっすらと貯金が大切だとかね、家賃は安くとかいうのはね、聞いてて分かったんですけど、ずばりこの比率を書いたのに出会いまして、もちろん私は勝手に決めたんじゃなくてですね、これを言ってたのは安田善次郎。 ね、安田財閥の創始者ですね。この方が、後の富士銀行になる、まあ、銀行を作ったとき、両替所安田屋を作ったときの誓いの言葉の中にですね、2割は非常の時のために貯蓄すること、また住宅は信頼の1割以上の金を決して使うのことというのがあったわけですね。なるほどなと、ねえー。住宅は資産の1割以下に抑えると。というと、まあ、不動産、安い時期だったわけですね。 で不動産で儲けるというためには、安い時に買ってね、えー、高くなるまで持ち続けなきゃいけないというので、その比率がこの、えー、住宅費が1割というとこだったわけですね。あちなみにね、まあ、知らない方もいるかもしれないんで、安田善次郎の、まあ、作った会社やらね、えー、出資した会社やら、えーまあ、ちょっとトレビアな小野洋子のね、えー、なんていうんですかね、小野洋子がやさごっていうから、 この横から見ると安田善次郎なんて言うんですかね。まあそんなとこです。えー、この横は安田善次郎のやしゃごと。ね。で、まあこの2割を貯蓄して1割以下の住宅費に抑えるというのがポイントで、まあ、例えばね、日本の平均年収40万、40万の人だったら8万円が貯金できて4万以下の家賃で暮らすと。まあ、こういう環境にいれば、えー、まあ不動産投資もそうですし、まあ不動産じゃなくてもね、 貯金をこの2割してるというのは、えー、チャンスが訪れたときに、そのチャンスに限られるということができます。まあ、ただね、日本だとなかなかこの比率が達成しにくいんじゃないかという気もするんですけど、えー、まあ、今ね、日本人のパスポートがあれば世界中どこでも住めるわけですから、そう考えるとね、えー、世界に目を向ければ、まあ、必ずあるとで。ちなみに、まあ私は、 まあ1987年ね、バブルの頃から2006年まで東京で不動産業に関わってました。そしてオーストラリア、シドニーに3年住んでます。で、去年2ヶ月かけてね、アメリカ西海岸、まあ、どっか引っ越せる場所ないかなと思って、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルスと車で旅行してきました。でその姿ね、まあった人とか立派な家住んでる人に、 まあ何をやってね、えー、この家買ったんだと、ね、何をやって儲かったんだというのをね、えー、聞ける状況の時は聞いてました。そうするとね、まあ、安い時に、まあ、自宅を買った人は例外なく自宅だけで人財産を作ってると、ね。日本で安かった時期に、えー、一等帳の戸建てを売ってた方あの持ってた方はですね、買った方は、えー、その戸建てを売ってマンションに引っ越せば、まあ、老後の資金は確保できると。ね 老後の資金を確保って構え、人財産あるねで、遺産相続っていう話ですよね。でシドニーでも、値上がりした家を売って郊外に引っ越せば老後の資金は確保できると。まあ、あるいは値上がりした家を売って物価の安い日本に帰国すれば老後の資金は確保できると。今ね、これ流行ってます。割と、えー、シドニーの方、続々と日本に帰ってってね、日本があんまりも物価安くなったんで、あるいはシドニーがとっても不動産上がったんでね、売って帰ってるというのが割とあります。 アメリカでもね、一等地の戸建てを売ってマンションに引っ越せば老後の資金が確保できます。または値上がりした家を売って郊外に引っ越せば老後の資金が確保できます。あるいは積極的にアパートや、えー、買った家を売らずにね、えー、どんどん貸してた人、ね。家を買って買い替えじゃなくて買い増しですね。もっと広い家を買って前の家をそのまま貸すとかいう形をしてた方は、人財産どころか10億円超えの資産化になっている方もいます。 だから安い時に自宅を買った人は自宅だけで一度財産作ってますし、安い時に自宅と、まあ、店舗とかアパートを買った人はもう不動産で億万長者になっていると。まあ、これはね、えー、普通に過去を見ればわかるんですけど、じゃあ今どこを買えばいいのってことですよね。じゃあ不動産が安い時っていつ値上がりする場所、どこだってことなんですけど、まあ、この黄金比率がですね、2割貯蓄して1割以下の住宅費で暮らせる場所、ね で日本、日本人が自分の国じゃないのに一生住みたいと思える土地で買ってると。ね。だから、えー、住みたくはないけど投資だけでっていうのはやっぱりね、えー、無理があるというか、えー、儲かるつもりで損してるケースが非常に多いです。まあ、ただね、えー、家賃もったいないから買ったというケースが非常にうまくいってると。ね。で身も蓋もない話なんですけど、まあ、事業やビジネスだけで資産家になる人はめったにいません。 ね、投資が成功しないと資産はできないです。しかし投資といってもね、FX とか株とかっていうのは簡単にできますから、簡単にできるってことは、えー、成功し続けるためには、まあすごい自制心というかね、スキルが必要です。まあスキル、そうですね、スキルというより精神力でしょうね。調べる根気と、えー、まあ間違えたときに素直に間違いを認める、えー、勇気、ね、それから値上がりしてもね、えー、しっかりと、 目標値まで上がるまで持ち続ける勇気。まあ、かなり難易度が高いです。ただ不動産の場合はね、えー、自分が住みたいとこを買って、でそこを持ってるだけで資産家になると。まあ、ただし、自宅といってもね、投資ですから、値段は需要と供給で決まります。経済が成長していくこと、人口が減っていかない場所を選ぶことが重要ですね。で日本だけだと、まあ、ちょっと厳しいんでしょうけど、えー、世界を見れば、国内よりも割安銘柄たくさんある。 もちろんリスク分散にも役立つと。これは株のジョン・テンプルトンの言葉なんですけど、この方はなんと1960年ぐらいの日本株に投資してたと。だからまあこれは株の話ですけど、不動産も一緒ですよね。何も、海外に住もうと思えば住めるんであれば、日本に固執する必要もないと。自分の得られる収入の範囲で、それで、え、ー 住宅費が1割、2割貯金ができるというね、場所を探せばいいと。で、これがね、えー、2007年の海外都市の日本人居住者ランキングなんですけど、このランキングを見てったらですね、えー、見事にニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホノルル、バンクーバー、シドニー、サンフランシスコ、クアラルンプール、シアトル、アーバインと、ねえー、今までの経験というか、旅行して、話を聞いてきた中でですね、 いや10年前買ってすごい、ね、5倍になったんだよというような話を聞いた場所がずらっと並んでるんですね。だから全然知らないマニアックな場所じゃなくて、まあ、普通に日本人が多い地域で伸びてる地域の不動産を、えー、安かったら買えばいいというだけの話ですね。何しろ、これらの土地でね、えー、自宅を買って損したっていう話を聞いたことないですね。で、まあ、この、まあ、日本人の 居住者のランキングとか、あとはね、日本人居住者が増えてるか減ってるか、何しろこれ、日本人がね、増えてるか減ってるかっていうのは、日本人に限らず、えー、日本人が出てくるんであれば、それに付随してというかですね、それと同じように、えー、海外の人たちも、えー、出てるでしょうから、要はね、えー、ビジネスが伸びてる地域かどうかっていうのは重要で、伸びてる地域で普通に家を買っとけば、えー、儲かるという話でした。 ね、あんまりひねらなくてよかったわけですね。まあ、そこ行くとちょっと日本はね、えー、伸びてる地域っていうのが、まあ、かなり限られてまして、で、何よりも、えー、老齢人口比率が高いということでね、えー、うまくもう、えー、買っときゃ儲かるというかね、買わなきゃよかったってケースもあるんで、相当うまく選ばなきゃいけないと。ただ、まあ、海外まで目を向けて伸びてる地域で、 え2割を貯蓄して1割以下の住宅費で過ごせる場所。例えば、シドニーの私が住んでいるエリアだと、2ベッドルームの家賃がね今月額30万です。そうなると、月収300万ないと投資するチャンスが訪れないってことになりますね。あるいは、月収が100万円だとするとですね、家賃が10万円の地域に引っ越すか。あるいは、月収300万に上げると。いずれかの行動が必要ですで。 まあ月収と住んでる地域のバランスで,で例えばですねその月収300万の人ってあんまりいねえだろうということになったならばそこはすでにもう高すぎるってことなんですねただ、えー、自分が月収300万に達成できるんであれば、えー、それに見合った、えー、チャンスが訪れると、ね、家はまあ30万で2ベッドルームは買わんにしてもです、ね、家賃10万円取れる、えー、アパートが、えー、安く買える チャンスが回ってきたとかいうことがありますこのためには何しろね2割を貯金にできて、えー、暮らしてるっていうのが重要なことですねでなんでこの比率が重要かっていうと例えば、えー、所得が高くてね、えー、この比率を守れる範囲で伸びてる地域に住める人は何の問題もないんですけどまあ、今日本で住んでる人そして インターネットでね、えー、ちょっと頑張って稼げるようになった収入で考えると、えー、この比率を日本で達成するのは厳しいと。ただ、まあ、海外にまで目を向ければ、えー、こういう比率が達成できるとですね、まあ、例えば、朝、まあ、野財閥の少し下、朝野総一郎、ね、初めね、海産物の販売をしたんだけど、船が遭難して資本を失っちゃったと。その後、状況後、夏はお茶の水の冷たい名水に砂糖を入れた。 水売り冬は本郷の赤門前で暖かいお電話すると貯金ができたと、まあ、その資金を抱えて一旗あげたと、ね、戦前の日本にはこういうチャンスがあったわけですねで逆にそのお金がないんであればないなりのこの比率で暮らせるところに行かないと何しろ、えーまあ、標準的な、ね、都内に住んでて稼いでる人、ね、平,均年収平均月収40万家賃がまあ10万ぐらいでしょうね で、貯金もできない状態だと、投資の機会もないし、えー、チャンスもないと。でそれだけ成熟,成熟してて、収入が少ないと、その資産を増やすというチャンスに巡り合えないわけですね。まあ、ただ、思い切って家賃4万円で貯金8万円できる場所を探して、ロ、え、ゴ、ー、困らないだけの資産が作れる可能性が上がると。探して、引っ越せばですね、えー、移住しちゃえばロゴ困らないだけの資産が作れる可能性が上がります。まあ、ただね、これ、 引っ越し。だからね、東京にいる人だったらね、えー、家賃4万円程度相当場所を変えるわけでしょうし、まあ、下手したら海外に行くと。まあ、これはね、結構勇気がいる投資法です。でも、この投資法、わずかの勇気でほぼノーリスクで実現できる人がいます。まあ、それはね、海外の転勤族で。海外の転勤族は普通家を買わないですね。だからせっかくの投資の機会を逃してます。 で転勤族の場合は、ね、さらに、まあ、例えば現地の、ねえー、住宅ローンの金利が5%とか7%とかだったとしても、まあ、一旦それで借りるにしてもですね、えー、日本の銀行から、えー、1%あるいは2%ぐらいで金利、お金が引っ張れます、ねいいか。いい会社勤めてるんでね。だから例えば、1000万円で、えー、買えるアパートで家賃が10万取れるとかですね、 2000万で買える、戸立てで家賃が20万取れると。まあ、こんな物件が買える場所に転勤したらね、えー、購入して貸しておけば退職まで数億円の資産が出来上がるというような可能性が非常に高い、ねで。もし、えー、これがうまくいかなかったにしても、何しろ家賃がね、もともと払った額の倍家賃が取れるんだったらですね、えーまあ、ほ,ほぼリスクがないんじゃないかと。 いう形で、投資ができます良い不動産をね、良いタイミングで買うのが資産づくりの必勝法っていうのはね、えー、長年不動産やってて分かってましたけど、まあ、ひょんなことからね、その物価と、えー、いくら稼いでるかと住んでる地域、まあ、それによってね、チャンスをつかめる比率があるというのがね、えー、ひょんなことから分かりましたんで、それをシェアさせていただきます。 まリクエストがあればですね、もうちょっと突っ込んだ、この地域、例えばオーストラリアだったらね、この地域だったら家賃いくらでりられるとで、周りの不動産の相場はこうだとかいうのを調べてね、追加していこうと思いますので、もしそれぜひやりたいとねいう方がいらっしゃればリクエストください。私自身はね、これ目安に え引っ越し先、あるいはね、収入の確保等をやって、ちょっと今後、えー、今までね、あまり興味なかったんですけど、この公式が分かっちゃったらね、まあ、が試してみたくなりましたんで、えー、ちょっと資産作り、励んでみようかなと思います。以上、天売アカデミー、堀秀夫でした。